午前中のセッションとかでも紹介させていただいた、えー、とタイププロファイラーの話のセッションになります。えー、とクックパッドで、えー、とフルタイム Ruby コミッターとして Ruby の開発をやっている遠藤といいます。タイトルにタイププロファイラーは足りてないんですけど、まあ、タイププロファイラーの話です。Ruby、えー、のコードを、えー、とテストしたり、えー、とコード理解をしたりするための型レベルの Ruby インタープリターというのが、えー、とタイププロファイラーの実態になって,ますこの話をしていきます。 その前にちょっと宣伝させてください。えっ、ー、とクックパッドのブースでえっ、ー、とクックパッドデイリールビー puzzles というのをやってます。えっ、ー、とまあこの間あの Ruby の問題がえっ、ー、と Ruby のコードが書かれた紙を配ってます。でこれにまあなるべく少ない文字を追加してえっ、ー、とハローワールドとして動くようにしてくださいという問題。まあこれはすごい簡単ですよね。まあ例えばいろいろありますけどもここにビックリとかをつければえっ、ー、とこれをハローワールド数関数になってハローワールドが出ると。 まあ、こんな感じに、あの、ハローワールドを完成させてください。できるだけ少ない文字で完成させてくださいという問題になってます。えっ、ー、と、まあ、詳しいルールとかは、その紙に書いてあるので、見てください。三日目のブレイクの、午後のブレイクの時に。えっ、ー、と、クイック型のブースのところで、解説する予定です。一ミリ一三問で、毎日新しい問題が三問ずつ出てくる。合計九問の予定になってます。はい、宣伝おしまいです。はい、タイププロファイラーの話を、えっ、ー、と、今からしていきます。 えっと午前中の、えっ、ー、と資料でも見せた、この図ですね。この図の、ここのところ。えっ、ー、と、この、こ,このところが、えっ、ー、と、僕の、えっ、ー、と、タイプ,プロファイラーってやつが担当する予定のところになってます。これの話をします。午前中のおさらいになりますけれども。えっ、ー、と、タイプ,プロファイラーというのは、えっ、ー、と、ルビー三のための型解析で。えっ、ー、と、ノーアノテイティと、えっ、ー、と、注釈がない Ruby コード。に対して適用可能な、今のところ唯一の提案になっています。 えと午前中にいたレベル1タイプチェッキングという、まあ、あの緩いチェック的なやつとか、えーとまあ、タイプインインファレンスといったら怒,怒る人がいるかもしれないですけど、まあ、型シグネチャを推定する、えー、とプロタイプするもの、えー、っていうのがこれの、えー、とタイププロファイナルの目的になってます、えーと。あらかじめちょっと断っておきたいんですけども、えー、とこの型解析は、えー、とサウンドではありません。えー、つまりです、ね、その普通の、えー、と型システムって 見逃しとかはは基本的ににないように作ってあるんですエニー型とか使ったら、えー、とダメっていう、まあ、制限とかはあったりするんですけど基本的にはサウンドを目指すというのが普通なんですけどこの解析はサウンドではないなのでそのバグを見逃したりすることもあれば、えー、と提案したプロタイプしたシグネチャーが間違ってることもあるというのが、えーとまあ、仮定になってますそういう、えー、とものであっても実用上便利なものが作れないだろうかっていうのが、まあ、この研究といった大げさなんですけど、まあえー、と取り組みの、えー、と目指すところになっています。 はい、ということで発表の流れになりますまずタイププロファイラーってどんなものなのかを説明してからデモですねどんなことができるどこまで実装できてるかあと実装の詳しい話を少ししてちょっとプレリミナリーなんですけど評価の話をして最後にまとめという流れで説明していきます。えーっと まずタイプ,プロファイラーとは何かちょっと何回も繰り返しになりますけど型、えっと、シグネチャーとか、えー、とアノテーションとかを要求しない普通の Ruby コードをターゲットにする解析機で目的はテストと理解の2つですテストって言ってるのは、えっと、Ruby コードのエラーじゃないかなと思われるところを警告するっていう機能で、えっと、アンダースタンディングって言ってのはここでは、えっと、タイプシグネチャーのプロタイプを作るものどんなメソッドがどういう入出力であるよということを提案するものちょっと具体例で示します。 えーとこれがテストなの例ですね。これ実際にカタプロファイラーに食わせてたら動く例になっててここにあのタイムズがあの E がかぶっちゃってるタイプがあるような例になってます。で、えー、とこれを実際にタイプロファイラーに食わせるとこんなのが出てくると3行目に、えー、とタイムイズっていうアンディファインドメソッドの呼び出しの可能性があるぞというのを言っていると。でこれえーと まあとでもいいんですけどテストが必要なんですけども、えー、とこのテストって、えー、と網羅的ではないんですねあの42っていうのは私、この条件のところで、えーとまあ、この条件真にならないので普通に走らせてもこのタイプには気が付かないんですけれどもタイププロファイラーはえっ、ー、とまあこれにえっ、ー、と型レベルでっ、えー、と後で言うんですけど実行するのでこういうのが見つけられるという例になっていますあとで説明します、えー、とそれからアンダースタンディングの方でこれはプロトタイプを作るという意味になってます、まあ、こんな感じのコードがあった時にえっ、ー、と タイイプロファルにわせるとオブジェクト風っていうのが定義されてますねでそれはインテージャーを受け取るもので解説、えー、はストリングのようですという、まあ、こんな感じの提案をするというものになってます。えー、っとですねということで、まあ、さっさとそのネタバレというかどうやってやってるかっていう話にいきます。これはえと最初のタイトルでも言いましたように Ruby インタプリタになってるんですけどタイプレベルの Ruby インタプリタっていう感じのものになってます。インタープリータって普通はこっち普通のインタープリータの動きを書いて 見るんですけどこんなふうに42っていう呼び出しがあったら実際に42っていう値を渡すと。で N に42が入って n to s で42を文字列化したものを返すとこれが普通ののインタタプリ動きになりますこれを型レベルでやるってどういうことかっていうと42っていう呼び出しがあったときに42っていう具体的な値じゃなくて型の情報だけを渡すインテジャーが渡ってきましたよっていう情報だけをまず渡すと。 n にはインテジャーて何かインテジャーが入ってるねっていう状態で抽象的に実行して、えー、とインテジャーと s スを呼ぶので何かストリングが入りますねということを、えー、とシミュレーションしていくような感じですね。にえー、とあのかあのタイプレベルで実行します。で、えー、とこの実行の過程で発生したメソッド呼び出しの入出力を集めることで えとこのメソッドはインテージャーを受け取りますねあとあのストリングを返しますねということをシグネチャーの形で出す、まあ,あとここでないですけどタイプとかを発見したら、えー、とノーメソッドエラーの可能性があるよということを、えー、と言うようになっています。えっ、ー、とですね、まあ、こういうふうに実行するというと最初にいくつかあのどうするんだっていう話があると思うんですけど、まあ、典型的なのはブランチだと思います。えっ、ー、とですね、まあ、こんなふうに42をインテージャーに抽象化して渡すとで、えー、とインテージャーと10との比較っていうのがあるんです今ここに来たとしますと。 なんですけども n は整数ということしか分かんないのでえっ、ー、とどっちにか分かんないんですねえっ、ー、とまあこれに対してはえっ、ー、と状態をフォークするっていうことでやります、まあ、あの OS とかでいうフォークと同じ概念的には同じでまあ要するにえっ、ー、と分岐の両方にえっ、ー、と実行飛ばしてみるということをしますでえっ、ー、とこの場合 true の方はえっ、ー、と n をそのまま返す n って引数の整数なのでまあ整数を返しますねとでえっ、ー、と else の方もえっ、ー、と同じに実行してこうするとこっちはストリングを返しますねということが分かると。 でこの情報を集めることで、えー、とメソッド「ふ」っていうのはインテージャーを受け取ってインテージャーまたはストリングを返しますねっていうことを、えー、とシグネチャーとして出すっていうふうになっています。に、えー、にですねあのこのの遅いいいんじゃないのっていうふうに思う ことは感化するといあの、実際遅いんですよね。<laughs> 結構遅いんですけども。まあ、そこまで、えっ、ー、と、本当に、あの、むちゃくちゃ遅くならないように工夫してるっていう説明になります。えっ、ー、と、呼び出しごとに、えっ、ー、と、関数の中か実行するのかっていうふうに思われるかもしれないっていう話ですね。このように、まず42っていうのを渡すメソ、えっ、ー、と、メソッドイメージがあると、who のメソッドを呼び出すと。で、これは初めての呼び出しについては、えっ、ー、と、とりあえず実際に中を実行します。インテジャージは渡してストリングを返すと。 で2回目に43っていうまた,また新しい別のインテージャーを渡すケースが次に見つかるんですけどもここについては、えー、ともう我々はメソッドフーいうのはインテージャーを受け取ったらストリングを返すものなんだっていう知識を得ているということでこの知識を使ってこのメソッドビシはすぐにストリングを返すっていうふうになるので中の実行はしなくなります。でその後にある42.0っていうのがあるとこれはフロート用んだケースっていうのはまだ経験してないので中を実際に実行してみると。 でえー、とストリングっていうのを返したら、えー、とつまりフ,、えー、とフ,フ,フロートを受け取ってもストリングを返すならという新たな知識をいるのでその後でフロートを渡したらまた一瞬で返ってくるというふうになってます。これらを集めて、えー、とオーバーロードの例になってますね。フーを、えー、とメソッドフーっていうのは二つあってインテージャーを受け取ったらストリングを返すしフロートを受け取ってもストリングを返しますっていうような例になってます。例といいうかシグネチャを出しますはい でえっとですね、ここまで説明して型検査機と何が違うのかっていうふうにひょっとしたら思われるかもしれないまあ正直いろいろ違うんですけれどもあの僕が典型的に違うと思っている例を説明します普通の型チェッカーっていうのはこの「イントラプロシージャル」って書いてあるようにメソッドの中だけとかメソッドの外だけとかっていうふうに、えっと、モ,ジュラモジュラーに解析するのは普通だと思います。でそのためにいわゆる型注射が必要になってくるんですけどこの例で言ったら、えっと、N っていうのはインテージャーが渡されてくるんだということをユーザーが明記していると。 でえー、とインテジャーを仮定して中を解析する、えー、とでここはストリングを解析するので実際に書かれている、えー、とストリングと一致しているかっていうのも、まあ、このメソッドの中に関係とした解析をするというふうになっていますで呼び出しの方は呼び出しの方で、えー、と実際の中に、えー、メソッドの中を追ったりをせずに、えー、と引数に渡されてるやつがここに書かれているイントと一致しているかを確認して、えー、とそれが合ってたら、えー、とその解析っていうのはもうストリングであるということを仮定したとおりに進めていくというふうにやるのが 普通の型チェッカーと,、えー、と一方タイププロファイラーは、えーとまあ、こんなふうにインテジャを渡すっていうのがあったら実際にメソッドの中を実行しに行くとここはちょっと違う点かなと思います。でですね、えー、とじゃこの、えー、とタイププロファイラーの解析何なんだっていう話なんですけどもちょっと何人かの大学の先生にこういう手法を考えてるんですけどっていう話をさせてもらったんだけどぴったりくるあの名前っていうのはあんまりなんかないみたいです。 でですね、まあちょっとこの図でなんかあの詳しい人も見るとすげえあの <laughs> いろいろ突っ込みたくなるような図になってるんですけども、まあ、あの僕のイメージです、えーと。プログラム解析っていうのはいろいろあって、えー、とスケールがしやすい、えー、と大きなプログラムに適用しやすいからに制限が強いものから、まあ、柔軟なんだけども、えー、とスケールが難しくなるっていうのは、まあ、こんな感じのトレードオフがあると思っててタイプチェッキングっていうのは割とリスリクティブに近い方、えーとまあ、解析がしやすい方になってると思います。 で他に提案されている方システムは大体まあタイプチェッキングのど真ん中あたりに近いと思います。で世の中には、まあ、あの午前中松本さんが言ってましたけどもアブストラクトインタープリテーションとかシンボリックエクセキセビションも似たような話だと思うんですけども、えー、ともうちょっとフレキシブルだけどスケールが難しい解析技術があると。でタイププロファイラーは多分図にしたらこのくらいの位置。 になるんじゃないかなと思ってますタイプチェッキングしてはだいぶいたんだけれども、まあ、あのアブサラクトインテフレーションのど真ん中かっていうとそれにいてはちょっと近似が荒い感じのところになってますまあ,あのこれちょっと本当に僕のイメージなんであんまりあの真面目に受け取らないでほしいんですけど、まあ、こんな感じだと思ってますはいで、えー、とちょっとどんな感じの完成度になってるのかとか、えー、とどんな問題があるのかっていうのを説明していきたいと思いますデモンはですねもうタイププロファイル一応ここで公開しててそこの中に えーとスモークっていうディレクトリの中にでもプログラムを大体置いてあるので、まあ、実際に詳しいことは見ていただければと思います。というか、まあ、あの今からパワープレ見せてきますけど、まあ、ちょっとターミナルで見せても面白くないんで、えー、とパワープレ見せてきます。で、えーとまあ、タイププロファイラーの詳しいスペックってまだちょっといろいろ検討中で今から見せるものもひょっとしたら将来あのフォーマットだけじゃなくてあの動き自身も変わるかもしれないっていうのをちょっとあらかじめ断っておきたいと思います。 1で一つ目のオーバーロードはさっきも見せたような感じの例ですけども m y t o s っていうメソッドを自分で定義しててそれに対してインテジャーとかストリングとかシンボルとかを渡している例です。これを渡すと、まあ、あの期待通りに動くとインテジャーを受け取ったらストリングを返すしストリングを受け取ったらストリング返しシンボルを受け取ったらシンボルを返しますねっていうのを m y t o s の、えー、とオーバーロードとして表示する例になってます。 だからユーザーディファインドクラスも一応対応してますよっていう感じの例になってこれは who っていうクラスを定義してバーを定義してバーの中でメイク o っていうメソッドを作ってて中で n ニュっていうのをしているとでえっとメイク o を呼ぶためにバー .new.make o っていうテストが必要なんですけどもこれを書いて呼ぶことでえっとメイク o っていうのはえと無引数を渡すの引数なしで呼び出せて配列としては who のインスタンスですっていうのを推定するというような例になりますえと書いてないけど えとインヘリターンスは一応実装してるつもりです、えーと。それからインスタンセンスですねちょっとこの辺なんかだんだん怪しい感じなんですけども、まあ、アトラクセッサーで、えーとまあ、あのセッターとゲッターを定義すると。でセッター経由で、えー、と I バーっていうインスタンセンスに42っていうインテジャーとかストリングとかを渡して、えー、とゲッターで読み出すようなあのテストケースになっています。でこれをやるとフ、えーとの中に、えー、と I バーっていうインスタンセンスがあってそれはインテジャーはストリングですどっちか入ってます。 あと,、えー、とセッターについてはインテージャーを受け取ったらインテージャーそのまま返しますストリング受け取ったらストリングそのまま返します、えー、とゲッターについては無機数で呼び出したらストリングまたはインテージャーが、えー、と返ってきますということが推定されるというような動きをしますなんかいい感じだと思いませんかねなんかこんな感じに動くと反応なかったはいで <laughs> この辺はブロックですねえっ、ー、とメソッドに対して42っていうのをイールドする例になってて えとそのメソッドをイン,トインテジャーの1っていうので呼び出してあとブロックこんなのを渡しているという例になってますでこれ実際にメソッドの中で実行してイールドするので42っていうインテジャーが x に入ってきてここの s はそのブロックの外の変数 s なのでストリングを返すとで、えー、とイールドの返り値そのまま返すので、えー、とこのシグネチャーとしては、えー、とメソッドフーはインテジャーを普通の奇数として受け取りブロ,ック変ブロック引数としてブロックを受け取ってそのブロックは えとこれ42を表すインテージャーを受け取ってストリングを返すメソッドの返り値ではストリングを返すっていうのが出てくるちょっとこのフォーマッはタイプシグネチャーの正式なフォー多分そぐってないと思うんですけど、まあ、こんな感じのものが出てくるというふうになってます。えー、とでちょっとこれひょっとしたらあのプログラムの意図とは違う可能性があると思います。プログラマーは、えー、とブロックを呼んだその返り値が何の方であってもいいからそのまま返すっていう、えー、とシグネチャーは本当は意図してるかもしれない。 ですけども、タイププロファイラーはその型変数的なのを推定するっていうのは、とりあえず今は目指すのをやめていて。えっ、ー、と、実際に、えっ、ー、と、あの、受け渡しがされた方、具体的な方を、えっ、ー、と。とりあえずは出力するっていうのを、えっ、ー、と、前提にして前提というか、あの、目標にしてます。で、なので、最初に言ったの間違ったとか、えっ、ー、と、プログラムの意図と違う。シグナルが出てくるような例になってるかもしれなくて、あの。 こういういサジェストをするのでプログラムがこれを見て正式な型シグネチャーを書いてくださいというのがえっとそれからタプルのような配列の例ですね。えっと Ruby の配列って他の言語でタプルって言われるように何番目に何の型が入っているっていうのを意識した書き方を使い方をする人が結構いるんじゃないかと僕も結構使うんですけど思います。 例えばこんなふうに1番目にはインテジャーが入っている2番目にはストリングが入っているっていうような例になっててでスワップっていうのはそれを受け取ったら、えー、と1番目と2番目を入れ替えるっていうようなことをするとこれをやるとですねインテジャーとストリングのタプルを受け取ってストリングとインテジャーのタプルが返されるよというのをあの推定するっていうふうになってます。 関納するという方はちょっとあれって思うかもしれないんですけどこのインテジャーの1っていうのとか0っていうのが本当はあのインテジャーっていうふうに抽象化したらこれ本当はできないんですよね。11番目っていうのがインテジャーっていうのだとどこを読み出すか分かんないから本当はこれは怪しいできないはずなんですけども実はインテジャーに関しては具体的な値をイントラプロシージャルでプロシージャルの中だけでは、えっと、具体的な情報を持つっていうふうにしていて、えー、まあそれを使って。 こ、まあ、こういうういとができるようにしています。なぜならタプルでは多分こういうことがやりたいやろうと思ったからやってるとでこのインデックスを外から渡してきた場合はそれはできなくなるっていうふうにしていますちょっとなんか細かい話でしたえっ、ー、とそれから、えーとまあ、タプルのようなのもあると思うんですけども基本的にはシーケンスとして配列を使うのが普通だと思います長さ不定で何番目に何が入っているとか意識しないで、えー、と今のタイププロファイラーは演算をして作った配列を全部シーケンスにするっていうふうにしていてますななのでこんなふうに、えーとタプル 1> 1個えー、とインテジャー1個のタップルとストリング1個のタップルを足し合わせたらこれがシーケンスになるっていうふうになっててシーケンスはこんな感じに書いてると,、えー、とインテジャーとはストリングが順番とか分かんなくて入ってる配列長さも分かんない配列ですっていうのを、えー、と推定するというふうにしていますで、まあ、このふうに足すだけだったらタップルにすればいいじゃんって思うかもしれなくて、まあ、実際そうかもしれないですけどこの辺りはあの実際のアプリとか、えー、と解析のスケーラビリティとかを見ながら調整していきたいというふうに思っています、はい でそれからリカーシブメソッドでですすの例ですねあの皆さんご存じフィボナッチの例で、まあ、これを渡すと,、えー、とフィボナッチの通りインテジャーを受け取ってインテジャーを返すというふうに推定されるとまあ当たり前って思うかもしれないんこれちょっと実は結構不思議な感じになってると思います。なぜかっていうと,、えー、とさっきすで、えー、に呼び出されたメソッドの、えー、とインテジャーを渡したらそれにを返したとか知識を再利用するっていう感じの話をしたんですけれどもこれって 解析を呼こびこ出されてこうやって解析を進めてってフィブを再起呼ししてるっていうタイミングだとこれまだえっとフィブっていうのが何を返すかまだ分かってないんですねなのでここでえっと何を返してくるかっていうこういう解析を進めてきた順番の通りだとまだ分からないとどうやってるかっていうとここでえっと解析を一旦ペンディングしてほかに解析できるところないかって探しますでそうするとここのところでフォークしているのでエルスの方が評価できるねっていうふうにな分かってそうするとこれあのフィブっていうのはインテージャーを返すんだっていうのが分かると。でその知識を使って、 でそれがあったら初めてこのフィブっていうのはどうやらインテージャーを返すらしいということが分かってペンディングが再開してこっちの呼び出しも、えー、とインテージャーを返すっていうのが分かってインテージャー出してインテージャーを返すというふうに解析するっていうふうにしています。まあ、なので簡単に見えるけど結構めんどくさい、えー、とことをやってます、えーと。あと解析できないメソッドの例を最後に挙げておきます。えっ、ー、とまあ,あの分かりすぎとしてイバルを挙げてます。えーとまあ 文字列を Ruby コードとして、えー、と評価するやつで、えー、と基本的には制定解析もこれだったら、えー、ともう文字列は固定だからできなくもないかもしれないんですけども、えーとまあ、基本的にはできない一般的にはできないだろうということで、えー、そういう時にはっていうか言 w a r の乖離値はエ n y っていうふうになるようにしています。こんなうに Eny は使えませんで、えー、と結果はエ n y になりますと。でエ n y に対してはほか、えー、のグラジュアルタイピングのタイ,タイプシステムと同じように、えー、と何を呼び出してもまあ あの時に何も警告しないと、これに対しては、えっ、ー、と、まあ、あのタイププロファイルの知ったこっちゃないので、まあ、好きにしてくれているで、特に警告は出さないと。こんな感じの設計になっています、えー。いかがでしょうか。こんな感じで動くもの、いい感じに動くというふうに思ってもらえたら嬉しいし、えっ、ー、と、まあ。 結構多くのケースでうまく動くんじゃないかなと期待して開発はしてますが、えー、とまだあのいろいろ問題があるというのは事実でちょっとその辺もちゃんと正直に伝えておきたいと思います。いくつか問題があるんですけども例えば嘘をつく、えー、と警告は出てきたけどその警告が本当のバグじゃないケースというのはあり得る。 まあそれはあの普通の方システムでもありうるフォルスポジティブなんですけどまあそれがあり得るとあと何回かちょろっと言ってきてるんですけどテストがないと,えっと解析できないんですねこれってなのでテストがないと,えっとバグの見逃しにつながるフォロスネガティブになる可能性があるあと、えっと、結構原理的にえっといくつかの Ruby の機能は使うのが困難っていうのがあったりしますでそれからえっとまあ解析に時間がすげえかかってしまうケースがある状態爆発するケースがあるというのが問題になってます 順に説明していきます1つ目はフォルスポジティブで、えー、っとこういうコードが的にタイプルファイラーはこういうパスの可能性を考えますでえー、っと X にストリングが入るとでそれに +1 っていうのをするのでストリングプラスインテジャーっていうのは定義されてないからエラーじゃないのっていうふうに言ってくるとなんですけどもこの例でよく見るとこの条件が同じなんですねなので実はこっちはフォルスに行ってこっちは t r ル e に行くっていうケースはないのでこのプログラム自身はバグは本当はないけどまあ,あの警告が出てしまうと。 いう問題はあります。まあ、これは結構人為的ですけど、まあ、あの、実際多分ちょくちょく発生する。問題になると思います。で、まあ、ワークアラウンドって感じではないんですけど、基本的にこういう片付けができない行動は。書かないでほしいなと思っています。はい。あ、と言っても、まあ、実際には、あの、発生すると思うので、ちょっとなんか回転考えなきゃなとも思ってはいるんですけど、まあ、たぶだいぶ後回しの問題になると思います。 それからテストが必要という話ですねこういうメソッド定義だけあるケースだとこの引数が何になるのかっていうのはタイプロファイラーは推定するということを諦めているのでこれに対しては引数の方が分からないということで何も出てこない警告も出てこないしこのメソッドのシグネチャーも何も分からないので出てこないというふうになります。 えーとまあ、これも制限っていう感じでワークアランドとしてはテストは書いてくださいっていう <laughs> 午前中のマッツの嫌だとかって言ってのは知らんっていう感じで、まあ、書いてくださいという感じになります <laughs> が、まあ、これもなんとかできないかなと思ってはいるところで、まあ、ちょっと引き続きいろいろ考えていきたいなと思ってます。はい、それから扱えない Ruby のコードの例ですね、えー、と代表的なのはオブジェクト先導だと思います。 えとこんなふうに、えー、と呼び出されるメソッド名が、えー、変数とかで書かれててそれがあのどんなストリングなのか追えないっていうようなケースを考えるともうこれはこのメソッド呼び出しがどこを呼ぶのか全く分かんなくなっちゃうんですねタイププロファイラーがだから何を呼んでいいか分かんない、えー、と呼ばれるメソッドを特定できないっていうふうになってしまうので、まあ、こうなるともうほんどに何もできないっていう感じになります。でそれからもう一つ続けていっとくと,、えー、と得意クラスですね。えー、と型プロファイラー TP は、えーと えー、全ての値を基本的にはあの型としてアブストラクトして扱うので、えー、とシングルトンクラスみたいに、えー、と特定のインスタンスにだけ、えー、とメソッドとかあの特に時クラスとかを定義するっていうような機能とはあの結構本質的に相性が悪いっていうのがあるとシングルトンクラスみたいにあ、まあ、バリューにユニークな、えー、とものは難しいねっていう感じです。 でえっ、ー、とまあ基本的にこれも分からんのななくてこれは使わないでほしいなって思うのは正直なところなんですけどもちょっとこれは後で説明するタイププロファイルのプラグイン機能でなんとかできないかなと本当にアイディアレベルなんですけど考えているという感じですまあただあのあの一般的には多分これは扱えないことになると思いますはいあとそれから最後状態爆発の話ですまあちょっとこれ人工的な例ですけど A B C D という変数に最初に二クラスをえっ、ー、と初期間に使っておくと でそれからこんなふうにえっ、ー、とまあなんか適当な条件の下でえっ、ー、と A B C D にインテージャーを入れることがあるとでえっ、ー、と分岐があるとえっ、ー、とフォークするっていうふうに言ったと思いますねこれ実際にフォークしてえっ、ー、とフォークした時だけえこれをインテージャーに書き換えるということをしていくのでえー、これ状態の数がですね二四八十六三十二と状態爆発していくようなケースになっています。 なので、えっとまあ、こういうのをずらずら書いていくと状態扱わなきゃいけない状態がどんどん増えていって解析にすげえ時間がかかると、まあとの評価実験で示しますけどやっ,ぱやっぱ実際にあの難しくなるケースが出てくると。でですねちょっとあんまりワークラウンドらしいワークラウンドもないんですけどすごい方にアノテーションを書いてもらって A は2る、えっと、クラスはインテジャーですっていうのをどっかなんか明記してもらえれば実際、えっと、状態を複製しなくてよくなるとかはあるんですけども、まあ、できればあの注釈書きたくはないですよね。 でですねえー、と記号実行にステートマージングっていう技術があって、えー、と分岐スタートの状態があのほとんど同じだったらなんかあのうまくマージするっていうのがあってそれをうまく実装すれば、えー、とできるかなと思ってるんだけど、まあ、まだちょっと調査中という感じで実際の実装までに至ってないと。 いう感じのところです。まあ、ということで、正直まだ、えっ、ー、と、これがぎの弾丸ということは、完成してもないし、まだ完成度としても。いろいろ問題がある状態っていうのは正直なところです。まあ、それでも、まあ、えっ、ー、と、こういう選択肢は、えっ、ー、と、あるべきだろうと思って。投げれましたろうというふうに思ってやってます。というのも、まあ、あの。形注射がない、ノータイプルビラバーと書いてあるんですけど、えっ、ー、と、形注射がない Ruby プログラム。の体験を、えっ、ー、と、維持したいと思っている人に対しては、今のところ唯一の、えっ、ー、と。 なんだ設定解析の提案になっています。で、あの,のこんなごちゃごちゃ考えずに型書きたいっていう人はもちろん、えっ、ー、と型結果使えばいいと思います。あの提案されているソルベとかスティーブとかどんどん開発進んでるので、その辺を使って、えー、と書けばいいと思うんですけども、あの型を書きたくないっていう人に対しても、えっ、ー、となんだ選択肢を提供できればなと思ってやってます。まあまだいろいろあの改善考えて、えっ、ー、と実装開発中という感じなんで今後、えっ、ー、とお楽しみにしていただければと思ってます。 でちえっとまとっあコアについては何回か言ったとおり型レベルで、えー、と Ruby のバイトコードを実行する実際に Yarv のバイトコードを持ってきてそれを実行する VM になってます。で、えー、と VM の中の変数とかスタックとかって普通は値が入ってるところに対して、えー、と型が入るような感じになってます。 でブランチトガーについては、えー、と基本的に状態をコピーしてあの各飛び先1ターゲットに対して、えー、と実行を進めるというのが、まあ、基本的なアプローチになってます。でそのそういうふうに型、えー、レベルで実行するっていうのを書類を作った上で、えー、とプロファイルをしていると,、えー、とノーメイソッドエラーとかタイプエラーとか、えー、と一部のアーギュメントエラーとかが起きた時にはそれを記録して、えー、とユーザーにバグの可能性を提示するとか。 あとメソッドに対して、えー、とこういうメソッド引数が渡されましたとか、えー、とどういう、えー、と値が返されましたとかっていうのを記録しておいて最後にタイプシグネチャーのフォーマットとして出力するというようなのが、えー、とコアになっています。ちょっと実装の詳細っぽいことを3つほど説明していきます。えー、と1つはで、えーと 基本的には Ruby のインタープリターに与えられる最初のスクリプトの先頭部分エントリープログラムの最初の行動っていうのが最初の状態になります。でその状態をスタートにして、えー、とその型レベルで実行を進めていって、えー、到達できる、えー、と状態がなくなるまで、えー、とガーッと進めていくと。で、えー、と他になくなったらそれで終了っていう、まあ、フィックスポイントみたいなのを求めるという感じになってます。でえーとまあ 単本当に単純にそれだけだと明らかに爆発するので単純なえっ、ー、と最低限一応やってますえっ、ー、とこの例えばこんなふうな例ですねこんなふうな例でえっ、ー、と前節フォークスタートで前説では A にインテージャーを入れるしえっ、ー、と else 節でも A にインテージャーを入れてここに、えー、来るとの、えー、場合にはもうここの状態ってえっ、ー、と A にはインテージャーが入っているっていう としか、えっとレベルでしか持ってないので状態として同じになるんですね。で、えっとこのようにも完全にあの同じ状態に合流したっていう場合には、えっと生徒をマージするっていうことをしています。で、それによってこの後とえっと一回報告した後の実行、二重に実行していくるということはないようにしています。 でまあ、あのさっきちょろっと言ったステートマージングはここをもうちょっと賢くやる感じで、えーとまあ、例えばインテージャーが入っててストリングが入ってたらここのところでインテージャーはストリングっていう方に A をまとめてその後実行するっていうようなのをやるというのが、えーまあ、考え方になってて、えー、とその辺やらなきゃなと思ってるようなところですね。 はい、でそれからとメソッドのリターンの話ですね FIB のところでちょろっと説明したんですけどメソッドのリターンは結構いろいろ怪しいことになっています。えっと型プロファイラーの、えっと、扱う状態っていうのはあのコールスタックを持たないっていうふうに、まあ、あのモデル化しています。なんでかっていうとコールスタックを持ってると呼び出し元によって同じメソッドを呼び出した時にもう違う状態っていうふうになっちゃうんですね状態の中にコールスタックが入ってるから。なので、えっと、コールスタックっていうのは、えっとまあ、なしにしていると。 でそうすると地名のな話なんですけどメソッドからリターンする命令があった時にどこに戻るか分かんなくなるっていうのがあるんですね。で、えー、とどうしてるかっていうとこんなふうに、えー、とメソッドフーがあってメソッドフーの呼び出しリターンっていうのがあったら、えー、とコード中にある全てのメソッドフーの呼び出しにここから分岐して一気に、えー、とリターンを、えー、と全ての呼び出しに対してリターンするっていうようなことをやってます。えーとですねまあ 関数型プログラミングとかでたまに使われる多層細菌とかいうポリモフィックリカージョンとかいうのを使ってるとこうするとちょっとなんか型の情報がぐちゃっと潰れておかしくなったりするんですけど、まあ、大体の普通の Ruby プログラムではこの禁止で問題ないのではないかなと思ってますし、まあ、実際、えー、とフィボナッチみたいな単純な細菌についてはまあエレガントに扱えるというのも確認できてます。はい、でそれから、えーとなんだえー、メソッドの、えーと ユーザーディファインドメソッドというのは普通のメソッドでこのように DEF を使って定義するメソッド,の、えー、メソッドですで。それからタイプディファインドって言われてるのはタイプシニュエーだけが与えられているメソッドです。典型的にはビルトインメソッドとかで使うつもりで、まあ、例えばインテジャープラスとかはこれになってますと。えー、とインテジャを受け取ったら何かしなきゃいけなインテジャを返すということだけを知識として持っている。 えっとメソッドになっててメソッドっていうか型シングネチャーを渡されたらそういう、えー、タイプディファインドメソッドというのを作ると呼び出されたら、えー、っと引数がインテージャーであるかどうか、まあ、オーバーロードとかあったらそれを解決するっていうのもあるんですけども、えーっとまあ、インテージャーになっているかをチェックしてその返り値は、えー、っと実装とかを追わずにインテージャーを返すというふうにしています。まあ、あのインテージャープラスとかでで書かれててら、えー、タイプロファで扱えないっていっうのも ありますし、まあ、あとビルトインメソッド以外でもライブラリに対してシグネチャーを書いてたらそのライブラリの実装を実際に追ったりせずに、まあ、タイプシグネチャーレベルの情報で、えーとまあ、チェックをするというふうになります。 でそれから三つ目にあるのはカスタムスペシャルメソッドっていうのは怪しいやつで、まあ、例えばオブジェクトリクワイヤーとかですねあの形現象のレベルでいったらあのリクワイヤーってストリングを受け取ってブリアントゥルグクラスは、えー、フォルスクラスを返すっていうだけのメソッドになるんですけれども、まあ、あの形現象だけチェックしても全然嬉しくなくて実際のコードを読んできてその中ので定義されるメソッドとかを読んだりもするのが普通 なんでタイププロファイラーでは、えー、とこういう、えー、とメソッド呼び出しがあった、えー、ときにタイププロファイラーのプラグインみたいな感じであのこのメソッドが呼び出されたら直接、えー、とそのターゲットのファイルを読んできて、えー、となんだ <laughs> 解釈実行して、えー、とあの中のメソッドとて意義を持ってくるようにしていますで。タイププロファイラーのプラグインって言ってるのはこの辺の機構をうまく一般化したら要は このカスタムメソッドっていうのを定義すればタイプ,プロファイルの動きを完全にユーザーがあの制御できるのでまああのあのが難しい機能もなんとかできるではないかなと期待しているというところですまだちょっと正直妄想みたいな感じなんですけどまあそんなふうに考えてます。はい、ということで最後あと10分で、えっと、プレリミナリーなんですけどもちょっと評価実験のことをざっと説明していきたいと思います。 えーとですね、最初に言い訳をするんですけど何回も言っている通りすごくタイププロファイルはまだまだできてない。 ですえっ、ー、と今のところサポートしてる機能っていうのがさっきデモで見せた機能が実は割とほ,ほぼ全てっていう感じになってて、えー、とサポートできないの結構でかいのがあるんですねそのビートインクラスのほとんどはサポートできないしまだハッシュができてないっていうのは結構でかくてですねそのゆえにキーワードとかもまで実はちゃんと扱えていないっていうそれからオプショナルキーズとかもま,だまあの真面目にはサポートできてないっていうのがあったりしますあとエクセプションとかモジュールとかですね、まあ、この辺もがんがんやってかなきゃいけないんですけどもまだ、えー、とできてないっていうのは正直なところです。で えとその前提の上で聞いて頂いければと思いますで実験一応二つやってて、えー、と型プロファイル自身が Ruby で書かれてるんでそれに対して型プロファイルをやってみるというのをやってみてますであともう一つはミネダイスとオプトキャロット、えー、Ruby3 の、えー、とデファクトベンチマークみたいに扱われてるオプトキャロットに対して適用してみるというのをやってみましたでですね一つ目の実験が、えー、とセルフ型プロファイルですね 型プロファイラーはこの実験の当時だと大体2,000行で200ちょっとのメソッドが定義されているとこれに対して型プロファイラーを書きてみたと。 で、えっと定量的な結果としては結構残念で、えっと九十一についてはシグネチャーを出せました。まあ、なんかのシグネチャーを出せました。で、解析には十分かかってます。えっと、まあ、やっぱり、これまだステートの扱い方いろいろ工夫しなきゃいけないっていうのを。わかると思います。で、まあ、ちょっと定,定性的な評価なんですけども。まあ、そう、こういう中でいろいろ、あの、見立てではあっても、実際の部分を見つけるっていう例が、あの。 ままだくけけなんですけどありました、えーとですね、タイププロファイラーがあ,のあるメソッドが2ルクラスを受け取るぞっていうふうに出てきたんですね。なんだけど書いた僕としてはそれはいいとしてなくて、えー、とどういうことだっていうふうに調べたら、まあ、確かに想定外のパスで2、えー、ルが渡ってくることがあるっていうのが分かって、まあ、あのこれは確かにバグだったっていう例があったので、まあえー、と実際に、えー、と役立つ可能性があるというふうに、えー、と信じてるっていうようなところです。でえーとですね、ななんんでこんなに、えーと 二百二十一メソッド中九十一メソッドしか何か出せなかったっていうのはなんでかっていうとまああのメインの理由は <laughs> やっぱり未実装だからなんですねえっ、ー、と例えば今あれプッシュってえっ、ー、と実装できてないんですねえっ、ー、と例えばこんなふうにカラハしカラの配列に対してあのあるインスタンスをえっ、ー、とプッシュしてその俺に対してメソッドを呼び出すということをやるとこのプッシュのところでえっ、ー、とこの 風の情報を入れるってことがうまくできてないので、えー、とこのバーのメソッド US が追えないっていうのが発生しているとこれ実際にタイププロファイラーの解析セルフプロファイルの中で起きてる、えー、と問題です。でね、まあ、あのプ,プッシュっていうのはよく考えるとねなんかセ府フの型を書き換えるっていうのがいろいろ怪しくてですね、まあ、あの型解析を考えるとなんかすごい怪しい <laughs> あのメソッドだったりします。 っていうのの一つの問題でもう一つは、えーとまあ、いくつかのメソッドは定義されてるんだけどもまだ実際には呼ばれてないというケースがあります。えっ、ー、とまあ多くはゲッターとかですねアトリエリーダーとかで定義したメソッド定義して将来的に使うかは思っているので定義してるけどこっ中のどこからも呼んでないっていうようなメソッドがあったりします。でまあその辺はちょっと追えないと。でまあ,あのまだあのこれアイディアレベルなんですけども、えーとえー、定義されてるけども、えー、と呼ばれてないメソッドについてはあの引数を「エニー」Any、とかで呼ぶ っていうのを無理やりやれば、まあ、なんか得られるかもなってい、まあ、ちょっと、あの、考えているアイデアです。で、えー、っと、ちょっと時間がやばいな、<laughs> えっとですね。あの、まあ、カプロファイラーです。あの、一応実行処理系なんで、あの。コードカバレッジの概念が得られると、え、これ、ちょっと、あの、タイププロファイラーの開発時の様子っていう感じなんですけど、この辺に赤いところは到達できなかったよ。で、青いところは到達したよっていう感じで。 えーとですね、ここのステ,、えー、とステートクラスのランというメに到達しないね、でんでだろうっていうふうに追ってみるとステートを作っているところっていうのをこのよふうにたどっていったらアレーポップのところで、えー、とステートを作ってっ、ね、あのこの当時アレーポップもまだ実装しなかったのでここに到達できてなかったっていうのが分かったっていうような例です、まあ今はアレーポップに実装しているのでこの辺は到達できているという感じです。 くっくり言えばえっと4千行のコードに対してえっと400メソッド近くが定義されているのに対してこれ残念なんですけど40メソッドに3分かけて到達できたという感じですでこれ原因はまあやる前から結構明らかに分かっていてえっと CPU のエミュレーションでですね命令ごとにえっとメソッドを定義しててえっと命令の名前を使ってえっとオブジェクト遷をしてるっていう のえー、とやってるので、まあ、しかも、えー、と 100, メレ100命令以上あるのでそれがであの一気にまるっと到達できなくなっていうのは分かっていたという感じで、まあ、やっぱりそれが実際になるということは確認できたという例になっています。それから、えー、となんだろう今でいう GPU みたいなものもあるんですけど GPU はファイバーを使ってステート,の、えー、とステートマシンの表現をしているんですけども今ファイバーを、えー、とタイププロファイラーは全然扱ってないので、まあ、その辺に関しても全然扱えなかったという感じです。 でここで言いたいのは何で <laughs> 3分もかかったかっていう話なんですけどもあるメソッドがですね、えー、と配列もしくはインテージャーを返すっていうふうに、まあ、タイププロファイルで分かってると,、えー、とでですねそのメソッドをずらーっと呼び出すようなコードがあったんですねで残念ながらですね配列、えーとまあ、あのこのように返す値が変わると,、えー、とフォークして返ってくるんですだからこれがどんどんフォークしていくっていうことが実際に起きてたと。っていうのが実際に起きてるケースでした。 でですね、実はこの「フーっていうメソッドは別に特に値を返す必要はなかったので、えー、とこの「フーっていういやつの最後に「二度」っていうのを二度回線に明記するっていう修正を1行しただけで、えー、と解析が1秒で終わるようになったっていう。 <laughs> でですね、なのでこういうことから分かるようにステートマージングちゃんとやらないといけないっていうのは明らかだと分かっていますし、えーとまあ、なんかそういうちょっとした工夫で一気に改善するっていうのもいろいろ分かっているという感じで、まあ、まだまだやらないかなという状態です。えーと,はい、という感じで、えー、とリレートワークとコンク、えー、クルーーに行きますリレートワークとして、えー、とまず挙げなきゃいけないのは MLB メタサーキラーっていう、えー、と名古屋の三浦さんっていう人がやってる。 正直ですねあの同じ非常に似てるアプローチというよりは、えっと、この人たちが MRuby 向けに、えっと、タイプ,プロファイラーと同じなアプローチのやつをやっているのを教えてもらったのがタイプ,プロファイラーの開発のきっかけになってます。な、ま、な、あ、なので必然的にに似ててていいいいいるとと、まあ、いろいろ整理ししがら再実装していたという感じになっていますでそれからアブストラクトイントプリテーションを Ruby に適用するのも前例としてはあってハイパフォーマンスコンピューティングのために Ruby を使うっていうのを、えー、と中村浩一さんという人たちがやってる時に、えーとまあ、前例がありました。 でですねえー、とそれからタイププロファイラーと同じことをやってるような解析って解析ツールってこれにないのかなっていうのを結構前から探して,てなかなか見つけられてなかったんですけど最近話題になった PyType イイっていう、えー、Google がアンオフィシャルプロジェクトとしてやってる、えー、Python 向けの、えー、と型解析機これも注釈がいらないってことを売りにしてるんですけどあの見てみたらこれがかなり同じようなアプローチを取ってました、えー、とまあ細かいこと言えば Ruby よりはもうちょっと,、えー、とコンクリートな値抽象、えー、化をそこまでしないような感じに なっててその代わりに、えー、とスタックの深さを高々、えー、かか3に制限するという、まあ、結構あらすごく荒いなと思う金事をやってました、えーまあ彼らの目的は検査だけであってそのシグネチャーを出すみたいなのは、えー、と目的にしてないので、まあ、そういう割り切りの上では、まあ、こ,れもこういうアプローチもありなのかなと思うんですけど、まあまあ、あの彼らも同じようなアプローチをやっているというのがありました。 はいでえー、とアクノリッチの話です最初に述べさっきも言った三浦さんは、えーとまあ、この話の着想をくれた人になってますでそれから開発する時に、まあ、松本さんと AKR さんと笹田さんにはだいぶ、えー、相談しながら特に笹田さんにはそのヤルブの命令の話を教えてもらったりしながら、えー、やってましたであとですねこの話って、えー、PPL、えー、っていう学会で、えー、ともう先にこうあの発表してる内容になってます。その次の調者に、えー、と総太郎さんですね スプや宗太郎さんとかあと東北大学の上野勝弘先生とか、えー、と同じく東北大学のスミ江次郎先生とかには、えー、と特にこのタイププロファイラーの理論的な側面の整理とかをいろいろやっていただきながら、えーとまあ、研究を進めることができました、えー、とそれからあとスライプのチームとかジェフ・ホスター RDL をやってるジェフ・ホスター先生もいろいろ相談させてもらいましたしここに挙げられない、えー、と何かの大学の先生とかいろんな人に意見いただきながらやってきました。どううもありがととございますと 最後ですえっ、ー、と Ruby3 の静的解析として型注釈がない Ruby コードに適用できる型解析ツールをえーと発表しましたえっ、ー、と抽象解釈というのをベースにやっていて、えー、と Ruby のプログラミング体験をなるべく変えずに、えー、と解析静的解析できるということを目指してやっています まあお見せした通りまだまだちょっと正直皆さんのコードに今すぐ適用してっていう段階にはなってないのでえっとまあ設計とか開発設計のレベルからえっと一緒にやってくれる人がいたらすごくうれしいですで、まあ、あのコードはここに置いてますのでまあまあ試しどうぞ試してとは言い難いクオリティであるんですけどまああの見ていただければと思いますあの形注釈のない Ruby という選択肢を残すために頑張っていきたいと思ってますしあの協力者いればお願いしたいです以上です発表終わります